その嫌がらせはなかった。決勝戦はね、テンプレだった。決勝戦でこのチームが当たること自体おかしいか。しっかり上の方でトーナメント操作して1回戦に当てとくべきだった。この組み合わせ、じゃんけん読み合い長えな。さあ決まった模様、アトラシ県を制していった、ブッチハントチーム。先方出てくるのはブッチさん。ハントできるのか。先方は切り込み隊長ニョワス。選んでいくのは罪ときあーごめん、あるかな、間違えた。これはどうします。いや、やり直しですか。あー、ここに来てか、システムエラーが。ポン、あれ動くじゃん。あー、あるかな、間違えた系か。殺した方が早いんじゃないの。違うの。先方戦出てくる店員にはす店員なので鍵を開けて対応が早い。さあ仕切り直しましょう。ブチさんやっぱり花、そしてシャルガはキースタート。シートツカウンターから始まった。早速バースト、タッチスタで牽制していくのはニョアス側のシャルガ。ああ3位、ジャンイ三角。ガードはできない。ドリルで落として一気に体力苦しくなっていく。ニョアス側ハント対象が強すぎる。 4D シートから一歩取っていく。ブチさんジャンイ 6B から A 突はジャンロクシでとがめていく。そしてガミ足チキガを読んで空投げ決めていく。落として、あー空中打ちさがヒットして殺しきれはしないでしょうが、さあここからあるのか。とりあえず 3A からコンボを決めて5防戦。空中ロールされるのはよりこ側もきつい。 6D 投げ死なない。釣った、種だね。来たか、どっちもいいよ。一本取り返す。ニョワスシャルラッハ、ジャインジャイン三角。
とがめられないなら裏表と、しかしそれもガードしていく、ブチさん落として謎の場所に設置、三角、うわとがめかっこいい、ジャン・ロクシーはガーキャンで抜けてくる、設置、さあ熱波、あれれれれれれれ、あらららららら、なんかぐちゃぐちゃにされて苦しくなったのはシェラハガワ、引き殺される、痛い、ジャンイが発生する前か、もうその前にもうね、発生するまでがあれだったね、その前にもうシート2で殺されたハント大将が強すぎた一本選手権ブチさん、さあ時報出てくるのはブチハントチーム、これは千葉さんのリーゼロットだよね、さあなんとしてもこれハントしていきたいところ、さあ、実況に戻るとぐちゃぐちゃされて、ブチさんがパーフェクト、ジャッカルさん側が残り 0.5 割でいったところ、人形を警戒して空中での立ち回りをしていくが、しっかり空中の相手に3円を刺していく、3円が強いのか、ブチさんが強いのか、一撃使ってコンボ伸ばして、ゴボウセ成功、裏回って落として人形で拾わない、ジャンシーはガンムシ、加工派はさすがに突進じゃどうにもできなかったか、さあ波動拳を擦るだけの作業が強すぎて、つまり確実にお姉ちゃんをスナイプをしていく、ロクシーカウントヒットするか、お姉ちゃんそれをしっかりカット、たまらずバースト、あれはまずかった、裏回って、あーやっぱり三栄が強かったよ、ハント大将やばいよこれ、あっという間に大将戦引き継ぎ出されてしまった、マルチプロ、あ違う応援さんやか